慎重に穴を開けていくと出てきたのは生まれたばかりの子猫それも1匹ではありません2匹もいました。 猫がいたのは鹿児島県志布志市の商店街です。最初に異変に気づいたのは酒屋さんでした。このあたりの壁の裏から声がしました。気のせいかなと思ってあのそのまましてたんですけど、しばらくしてもやっぱり鳴き声がするので、隣の若さんに相談して。鳴き声が聞こえてきたのは酒屋さんと隣の食堂の間にある壁の中でした。 なぜ子猫が壁の中にいたのでしょうか親猫が天井裏で出産し何らかの理由で食堂側の壁と柱の間に子猫が落ちてしまったようです食堂の従業員は猫の鳴き声が聞こえるって隣から教えてもらってみんなで調べてもう救出しようということで 食堂の壁には救出のために開けた大きな穴が残っていました救出劇から2週間子猫は食堂の従業員の家に預けられました食堂の壁は穴だらけとなりましたが商店街の人たちの優しさで小さな命は救われました